ここがアラスカ基地。もう戦場だね。これだよサイクロプス。な、何この数。何のようだ孫家。我々が商売の邪魔をしたとへそを曲げていたのではなかったのか。その件は全然許してねえ。だが今はこう片付けるのが先だ。行くぞ。そりゃこのアラスカ基地を丸ごと吹き飛ばすつもりだからね。逆転の策って自爆装置？そういうこと。小隊長さん、隔壁を開ける。長編にできることが戦うことだけなら。ガンダムマイスターアレルヤ・ハッテズム君？彼がソレスタルビーイングの。アリオス・ガンダム。こちらソレスタルビーイングサポート部隊。すまない、援護をお願いできるかい？了解です、急ぎましょう。この基地自爆攻撃に入るんです。そんなやり方で本当の平和が得られるわけが。でもマイスターの戦場はここじゃない。トレミーまで小隊長さんが先導するからね。前衛は任せた。アレルヤ・ハプティズム、目標を迎撃する。小隊長、隔壁を開けながら進んで。敵襲。西暦の時代だけじゃなく宇宙世紀からもブレイク現象が起こってる。西暦から枝分かれした2つの歴史、関連性はあるのかしら。直撃させる。彼らの目的は何だろう。確か屋
ペレーションスピットブレイク。このアラスカ基地、地球連合軍最高司令部、通称ジョシュアの制圧作戦だ。ザクと地上軍の大半がつぎ込まれてる。一気に戦争を終わらせるために。それを一網打尽にするのがサイクロプス爆弾なの？簡単に言うと、特大のマイクロ波発生用装置。輻射熱で周囲の水分を振動、加熱させる。で、あの大きさと数を爆発するまで分回したら。まさかマイクロ波加熱でアリオスガンダムにブレイク反応。この歪みを生んだのも僕たちの責任なら、今の僕には戦う理由がある。ガンダムマイスターが消えた。自分の意思でブレイクアウトしたの？でもそんなことが。サクラ、問題があるの？大丈夫。さあ、この先にアークエンジェルがいるはずだよ。ガンダム、何かあるの？アベル、ザクラ！ギャッ！落ちる！ボヒラ！ザクラ！テイクラ！ジャブロを落とせたとしても、それで戦争が終わるとは思えない。アークエンジェルが撃沈。それにアプサラス3。アプサラスってジオンのモビルアーマー？その最終型だよ。どうしてここに？それに様子もおかしい。おどきなさい。無用な争いはしたくないのです。機体の安定が保てない。このポイントか。アチ招待出るぞ。アチ招待って第 08MS 招待？じゃあこの角のないガンダムは育成型ガンダムの回収機エクストラブレイト、シロウ・アマダ少尉の EG8 だよ。これブレイクミッションへの強制。アイナ・ザーリンなんだろ。覚えていないか。俺だ。